クヨンケヨンです。今回はラストクラウディアのバトルアリーナの現在の現状、今の現状、まあ何でもいいや、パート8かな、パート9かもしれない、やっていきたいかなと思います。前回の動画が9月頭ぐらいだったので2ヶ月ぶりなんですけど、やっとこのシルバーの5ですねになりました。で、多分今後トントンと上がってくるんじゃないかなって思ってます。まあ、その理由としては王冠結構レベルが今倒せるだろうなっていう人の王冠の数が増えてきて、20とか30とか勝てそうなパーティーって1とかそれぐらいだったんで、結構稼ぎやすくなったなーって最近思うようになっております。なんで、まあ、あとメンツ変わってますよね。この4人のメンツで物理攻撃一色でやっております。もうちょっとで、ね、全レベル100になりますね。まあ、ただ物理系って何人か他にいてどう組み合わせようかなといった感じが多いんですけど、特にシンさんもいいし、あ、でもシンさんぐらいかな。ロイヤーもまあ言っちゃいいけど、まあ、別にロイヤーを入れなくてはいけないわけでもない。プラスこれ使ってる人結構いいよね。ディルモード意外とっていうかあれなんだけど、なんか凄まじく強い時は強い感じがします。もしかしたらシンさんを入れてくるかもしれないけど、まだわかんないです。なんかそんなって、あ、結構増えた行動したよ今知ったんだけど、なんかそう、今知った。なんかこの特技1、2、3、2、3、使い勝手もあるか、見るせん、若すぎ。まあ、そんな感じで多分結構上がってくると思います。で、全員一応スキルレベルが80になってるんで、まああとプラス、まあ、ボーナスがある人は84とかになったりしてるんですけど、まあ、そこと、あと装備強いのを入れてったりとか、まあそういったことをしていけば、まあ今さらに勝てるようになるかなと思うんですけど、ちょっとやってみるか。こいつ、勝てそうなやつを探すっていう、ちょっと、あれなんですけど。これ一回と、負けるかもしれないけど、ちょっとやりましょう。多分勝てると思うんだけど、負けたらごめんなさい。今のぐらいで、前は1とか5とかだったんですけど、意外と取りやすくなって、もう完全に最初の時に使ってる、やばい、これ負け方だったな。特にやった勝ちみたいになってるけどさ、あとは世界の特技ができる状態に持っていくみたいなね、そういった先手必勝みたいなところがあると思います。あとは対人、相手がほぼ多くなってくるので、人にダメージプラス何十パーセントかってわかりますよね。あれつけたりとか、そういった工夫が必要になってくるかなと思います。まあ、わざとも短期決戦目当てなんで、回復薬とかそういったのは入れてないんですけど、これとか、塗りたます。絶対勝てるんだけど、この王冠、これで29もらえるんですね。前だったら1しかもらえなかったのに、すげえ大盤振る舞いじゃねみたいな。ところがあって、確実にランクは上がっていきますね。今のが、これがすごい例なんですけど、わかりやすい。
か仕様変わったのかな。まあ、ありがたい仕様なんだけど。なので、どんどんと、リーグが上がってくると思います。次回やるとしたら、ゴールドの時にやるか。現在8428ですね。どんどんと、ランクが上がっていったら、やりたいかなと思います。まあ、ゴールドになったら、次やる、確実にやると思います。まあ、それか、何位台とか、7000位台になりましたとか、6000位台になりましたとか、かもしれないけれど、まあ、そんなタイミングでやっていきたいかなと思います。はい。ということで、今回はラストクラウディアのバトルアリーナ、シルバークラスになりました。的な動画でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。